太郎もそうじゃないそうですということで、今回はですね3月7日から10日4日間にかけて4日間にわたって開催される12th year birthday live 12th バスラが全曲披露なのかどうかについてちょっとね話していきたいなと。まあでも正直これに関してはもうね皆さんわかってると思うんですけど、まあ改めてというかね今一度確認していきたいなというふうに思います。まあ今回のね12th バスラ、さっきも言ったように3月7日から10日4日間で行われる、4日間にわたり、開催されるということで、で今回のこの12th バスラはデイ1からデイ4までこの4日間かけて今までの乃木坂46の歴史をね振り返るライブということで、デイ1で2011から2014、デイ2で2015から2017、デイ3で2018から2020、デイ4で2021から2024っていうね、こうデイ1からこうね古い順にというか、こうデビュー年からどんどんこうやっていくよっていう形のバスラになってるっていうことで、これが乃木坂46分 TV でね、この間乃木坂配信中の乃木坂46分 TV で発表されたと思うんですけど、その発表直後ぐらいですかね、まあ、こういう内容のライブっていうこともあって、その全曲披露っていうのをちょっと言ってる人というか、なんかトレンドにもなってた、 X のねトレンドにも全曲披露っていう言葉がね入ってたみたいなんですけど、まあ、そういうこう全曲披露なのみたいな感じでちょっとこう話題になった、その直後ね、12th バスラ開催決定っていうのが発表された直後、ちょっとこう話題になったっていうのが あったんですけれども、まあもう今はねもう、まあ、みんな分かってると思うんですけど、さっきも言ったようにもうみんな分かってると思うんですけど、まあ、この12th バスラ全曲披露ではないですね、確実に、全曲披露ではないということになります。まあ、まずそもそも普通に考えて、多分今乃木坂46の楽曲全部で、多分細かく分かんないですけど300近くあるんじゃないかなって思うんですけど、それを4日間でやるっていうのはもう無理だよねメンバーも無理だしこっちも無理だしっていう、もうライブとして無理ってい う感じだし、まあでも最低でも5日間全曲披露するってなったら5日間、5日間でもちょっときついんじゃない、6日間ぐらいやんないと全曲披露っていうのはきついんじゃないかなって、その曲数的に厳しいんじゃないかなっていうのが あるんで、まあそもそもまあ4日間だったらね、まあ無理だよっていうところで、まあ全曲披露じゃないっていうのはわかるのかなと思うし、で公式サイト、テレブスやバスライブ開催決定っていうニュースのね、もう文の中に、公式サイトの文章の中にこんな感じでね、各日それぞれの期間にリリースされたシングルアルバムの楽曲から厳選し、この4日間異なるセットリストによって乃木坂46の歴史を振り返るライブとなりますっていう風に書かれているので、まあここからもねもう確定で全曲披露じゃないってことがね分かるんじゃないかな。でも厳選ですから、全曲じゃなくて、そのそれぞれの期間にリリースされたシングルアルバムの楽曲から厳選して披露するよというねことになってるので、そういうことが書いてあるので、まあもう確定もう 100% 全曲披露ではないっていうのがね、ここで分かるんじゃないかなという風に思います。正直僕はこのバスラでの全曲披露っていうのは今後はもう来ないんじゃないかなと思ってて、やっぱ曲数がもう多すぎるっていうのが一番の理由で、もうないんじゃないかなって思ってはいるので、ただね今回で言えば12th バスラ、この12th バスラは根本的には全曲披露とまあ変わらないというか、ね乃木坂の歴史を振り返っていく、まあ、全曲披露をねあったバスラ、全曲披露だった時もねこう全曲こう披露していく、ファーストシングルから披露していくみたいなところもね、まあ順番バラバラの時のバスラもありましたけど、ぐるぐるカーテンから全曲披露していくよみたいな感じのことがあったので、まあ、今回はそれが全曲披露ではないけど、ね、ファーストシングルから2011年からずらっとこう、ね、4日間かけて披露していくってわけだから、まあ、根本的には全曲披露とそんなにこう変わらないよっていう、まあ、曲はねやんない曲はもちろんありますけどたくさんあると思うんですけど、まあ、根本的には変わらないよっていうことなので、まあ、全曲披露とも同じぐらいのこう激アツなライブになることはね間違いないんじゃないかなと思うので、まあ僕はちょっと前だったらね、結構前だ、ちょっと結構かな、何年か前だったらそんとこ全曲披露やってほしいなってすげえ思ってたんですけど、もう今となってはまあまあ全曲披露ね、やっぱメンバーも大変だし、こっちとしてもちょっと大変な部分あるし、曲数多すぎて、大変なところもあるし、まあまあ全曲披露今後ないだろうなとも思ってるし、まあまあなくてもまあ、仕方ないというか、まあいいのかなっていうところはね思っては来てるんで、もうだんだん年をね取るにつれて年を重ねてくにつれて思ってるんで、4日間にかけてね本当に、たくさんや曲やると思うし、だから4日間でやったら、まあ、どうでしょう、200曲はやんないか、150ぐらいは全部でやったりするんで、本当に曲数もたくさんやると思うし、まあ、全曲披露じゃないと嫌だっていう人ねさすがにいないと思うんですけど
さすがにいないと思いますけど、まあ、全曲披露ではないよっていうね、ことだけね、改めて、話しておきたいなと思います。はい、ということで今回はね12スバスラ全曲披露なのかどうかについて、まあ、改めてねもう皆さん分かってたことだと思いますけど、改めて話していきました、確認していきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。全てを奪った君。